こんにちはアマゾーーサポーター堀秀夫です今日は世の中笑ってるやつが一番強いというお話です。まあ、渋野日向子、全英女子オープン優勝を見て思った。やっぱり世の中笑ってるやつが一番強いと。まあ、これね、多分日本でもニュースで流れてるんで、ゴルフあんま興味ない人もあ、なんかすごいんだなと、ね、なんか楽しそうにゴルフやってるねっていうのを見てると思いますけど、まあ、はっきり言って、 えー、ものすすごいことで,すで、ね、普通に考えて優勝できるような、えー、全然キャリアでもないし、えー、まだまだこれから強くなっていくといいねっていうレベルなのでいきなりね海外初試合がこの全英女子オープンでなんと日本人のメジャー制覇は男女を通じ1977年に、ね、あのゴルフの解説してた、えー、樋口さんが 全米女子プロゴルフ選手権を制したと。それ以来42年ぶり、2人目の快挙と、ね。どれぐらい、まあ、期待されてなかったかというか、なんていうかね、えー、すごいことかというと、ブックメーカー。ね、イギリスはどんなことにでも、ね、お金かけますんでね、そのブックメーカーを調べてみたら、ブックメーカー、テンベットジャパンってこれ言って、 ブックメーカーの日本に目指してやってるところだねって思うんですけど、テンベッドジャパンのオッズが250倍。で、なんと余談ですけど、これ2万円かけて500万ゲットした人がいるそうです。まあ、きっとファンの方でしょうね。そして、やっぱね、あの中継見てて思ったんですけど渋、渋野さん以外、誰も笑っていない。 あのはっきり言って、メジャーの優勝争いで笑えるってね、あんま見たことないなと。ね、まして、えー、前半4パットという、ねえー、ミスを犯して、笑ってる状況じゃないのに笑ったと。これ、全くすごいなと思いました。まあそこでね、えー、笑えなかったら、まあ、この優勝はなかったんだなというふうに思います。ね、もしかしたらね、えー、僕のヒーローアカデミアとかのファンなのかなと。ねまあ、有名なセリフでこの 主人公、主人公がね、そう、僕の非道真アカデミア、主人公誰って言われると誰が主人公なのか微妙なとこなんですけど、まあ、主人公各の一人であるオールマイトの師匠がね、この志村奈々っていう女性なんですけど、まあ、そのセリフ、どんだけ怖くても、自分は大丈夫だっつって笑うんだ、世の中笑ってるやつが一番強いからなというのをね、もしかしたら見て好きなんじゃないかなというふうに思うぐらい、えー ピンチで笑ってすごいタイトルもぎ取ったというのがね感心したというかまあすごいなというふうに思いましたでこれ先日から言ってるねえ興味がねある商品を扱う興味が持てる商品を扱うとで人間の脳は普通の気分の時でもネガティブな気分の時でもなくポジティブな気分の時に最もよく働くようにできているということが証明されているというね えことの証明がまさに今回、ね、テレビでニュースでやってるんでねあなるほど笑ってるねというのを確認してねやっぱ楽しくやれば実力以上の、ね、力が発揮できるんだなと、まあ、実力以上って言ってますけどねもうベストの力を発揮するためには、えー、笑うのが楽しくやるのが一番なんだろうというのをね、えー、本当にいい形で証明してるなというふうに思いました商品探しも なかなか見つかんないんだって難しいなと思ってね深刻な顔したりしかめ面をして見つけてると見つかんないですその辺で売ってるもん買って送るだけで何倍も売れて儲かっちゃうなんて楽しくてしょうがないよねというふうにねえ探せば商品どんどん見つかります今ね私海外がほとんどなんで日本であんまりね仕入れツアー同行とかやりませんけどそういえばね昔仕入れツアーやっててやっぱりね楽しそうに買ってた人は商品見つかるし その後の売り上げも利益も非常に高かったです。セドリ,セドリの時もそうですし、この輸出もそうですけど、もうね、働くっていうよりね、楽しいからやってると、時間が空くたびにね、楽しいからバンバン仕入れてるって人は、やっぱり当然ね、同じ時間を使っても、例えば楽しく2時間仕入れる人と、ね、 大変なこれ仕事だからやんなきゃって言って10時間仕入れに費やす人と、どっちが稼げるかって言ったら間違いなく楽しく2時間やった方が稼げます。で、楽しくやるためには、まあ、ねえー、一番いいのは笑うと、ねあの。こんな感じですね。どんなに怖くたって自分は大丈夫だってって笑うわけですから、こう、ね、指で口角上げてでも笑うと。 で、笑ってるからなんとなく楽しい気持ちになってきてね、えー、これは楽しいことやってるんじゃないかなというふうに思えば、えー、だんだん本当に楽しくなっていくという仕組みがありますんでね、あ,のあんまり難しく考えたり、深刻に考えたり、ネガティブなこと考えずに、えー、楽しく商品探しをしていただければと思います。まあね、この、久々にゴルフ、なんかね、 あんまり最近ゴルフやってなかったですけど、これ見てね、久々にやりたくなったなという気がしました。やっぱり世の中、笑ってるやつが一番強いです。以上、アマゾン支持サポーター、堀秀夫でした。